アメリカの企業 a m a z o n .com の製品、サービスリスト。Amazon の製品ラインには、いくつかのメディアアパレル、ベビー用品、家電、美容製品、グルメ食品、食料雑貨、健康とパーソナルケア用品、産業用品、ジュエリー、腕時計、芝生や、園芸品、楽器、スポーツ用品、工具、自動車用品、おもちゃゲームなどがある。 同社は1999年3月に、ウェブオークションサービスである Amazon.com、オークションスを開始したが、業界の先駆者であるイーベの大きな市場シェアを切り裂くことはできなかった。その後、同社は1999年9月に、低価のマーケットプレイス事業、Z ショップを立ち上げ、11月には、ソーテビーズとのパートナーシップを開始した。 2000年11月に発売された Amazon マーケットプレイスに進出したオークションと Z ショップは中古書籍、CD、DVD などの商品を新しい商品と共に販売するサービス。2014年10月現在、Amazon マーケットプレイスはその種の中で最大級であり、続いてシアーズ、楽天、ニューエグと同様の市場が続く。2007年8月、Amazon は 不敗しにくい食品を提供する食料品サービス Amazon Fresh を発表した。顧客は夜明けや指定された日中の時間帯に家に注文を届けることができる。配達は当初、ワシントン州マーサーアイランドの住民に制限されていたが、後にシアトルの一部地域にも配達地域が拡大した。Amazon Fresh はまた2007年の夏から2008年の はじめまで、ベルビューとカークランド郊外のピックアップ場所を運営していた。2012年、アマゾンは、食料雑貨、家庭用品、アパレルなどのグリーン製品を購入するためのバインドットコムの設立を発表した。ダイアパーズドットコム、バグドットコム、ヨーヨドットコムなどのサイトも運営している。アマゾンが2010年に買収したクイドシー参加の1サイトである。 アマゾンは shoppop.com, woot.com, zappos.com のような他の電子商取引サイトも保有している。アマゾンのサブスクライブセーブプログラムはアイテムの割引価格、定期お得便での注文の無料配送、アイテムの1、2、3、6ヶ月ごとの自動出荷サービスを提供する。アマゾンは2013年にインドにアマゾン、 インを解説した。それは電子製品から始まった。アマゾンは2014年7月にインドにおける最大のライバル企業フリープカートが10億ドルの資金調達を発表した後、ビジネス拡大のためにインドに20億ドルを投資すると発表した。2014年にアマゾンはオンラインで購入した書籍の63%を販売し、全書籍の40%を販売した。 フルフィルメントバイアマゾンスモールアンドライトは2015年に導入されたサービスでケンタッキー州フィレンツェのセンターから小型で軽量なアイテムを実現する。このサービスはサードパーティーの販売者がサイト上で販売する小型、軽量、低価格の商品に対して標準的な無料配送を提供する。2015年にセルバタの調査によると 製品を探している回答者の44%が直接 Amazon.com に行った。2005年に Amazon は Amazon プライムの創設を発表した。プライム会員は年間会員費79ドル、2016年時点の96ドルと同等で、米国内のすべての注文の配送が無料になるほか、即日配達手数料の割引が提供された。Amazon は2007年に、 ドイツ、日本、英国でプログラムを開始した。2008年に、フランスで、2011年に、イタリアで、2013年に、カナダで、2016年7月26日に、インドでサービス開始された。ドイツ、イギリス、インド、米国、日本のアマゾンプライム会員は、選ばれた映画やテレビ番組のストリーミングを追加費用なしで視聴できる。 アマゾンビデオサービスが提供されている。2011年11月、プライム会員は、キンドルオーナーズライブラリーにアクセスできると発表された。これにより、キンドルのハードウェア上で無料のキンドル電子書籍を、毎月一冊まで無期限で借りることができるようになった。2014年3月、アマゾンは、アマゾンプライムの年間会員費を79ドルから99ドルに、 引き上げると発表した。この変更の直後に Amazon はプライムミュージックを発表した。プライムミュージックはプライム会員が100万曲以上の無制限で広告なしのストリーミングを提供し選曲されたプレイリストにアクセスできるサービスである。2014年11月 Amazon はプライムフォトを追加した。このフォトプライベートフォトは ユーザーのアマゾンドライブに写真を無制限に保存できる。アマゾンはまた2015年5月に米国の14の大都市圏のプライム会員に無料の即日配達を提供し始めた。2015年4月、アマゾンはアウディと DHL との試験提携を開始し、アウディ社のトランクに直接配送することになった。このプロジェクトは ミュンヘンエリアの一部のアウディのコネクテッドカーのユーザーが利用可能である。2015年7月15日、アマゾンは設立20周年を記念してアマゾンプライムデーを祝った。アマゾンデーはブラックフライデーに匹敵するプライムメンバーの取引を特集すると発表し。また、アマゾンプライムは2016年にリリース予定のザグランドツアーでの作業を開始するために、 BBC のトップギアの元メンバーのジェルミー・クラークソン、リチャード・ハモンド、ジェームズ・メイと契約すると発表した。2016年7月13日、アマゾンプライムはプライムデーに世界中でカスタマーが60%以上の注文を出したと述べている。2015年12月、アマゾンは数千万人の人々がアマゾンプライムの会員であると述べた。2015年12月の 第3週に300万人が新たに Amazon プライム会員となった。また、Amazon プライム加入者がストリーミングビデオサービスをストリーミングビデオサービスに追加することを可能にするストリーミングパートナープログラムの作成を発表した。彼らのアカウントプログラムに参加している番組プロバイダーには、ショータイムスターズライフタイムムービークラブスミソニアンアース クエロコンセールなどがある。2016年1月、コンシューマー・インテリジェンス・リサーチ・パートナーズのレポートによると、アマゾンプライム会員は5400万人に達した。2016年4月にアマゾンは、即日配達の対象地域を、シャーロット、シンシナティ、フレズノ、ルイビル、ミルウォーキー、ナッシュビル、セントラル・ニュージャージー、ローリー、リッチモンド、サクラメント、ストックトン、 通村の含むエリアへの拡大を発表したことで、計27都市圏をカバーしたことになった。2016年9月、アマゾンは、ロンドンのプライム会員向けに、レストランの料理の配達サービスを開始した。それは最低注文額が15ポンドの配送料が無料であると報告された。アマゾンの子会社である Twitch は、2016年9月30日に、広告無料のサービスへのアクセス。 ビデオゲームやアドオンのコンテンツの月額提供など Amazon プライム定期購読を持つユーザー専用のプレミアム機能を発表しました。Amazon は2016年12月プライム会員の会員費の支払い方法を年額プランに加え月額プランを提供し始め月額は1ヶ月ごとに10.99ドルであった。Amazon は2016年12月プライム会員が利用できる プライベートラベルの食べ物と飲み物であるウィカドリー、プライムを発表した。Kindle Fire 2007年11月、アマゾンはスプリントの EV ドゥーム線ネットワークを介して、ウィスパーネットでコンテンツをダウンロードする電子書籍リーダー Kindle を発表した。この画面では E インク技術を使用してバッテリー消費量を削減し、より見やすい表示を実現している。 2014年7月現在、Kindle ストアで購入できる電子書籍は270万件を超えている。2012年に始まるアマゾンは、ペーパーホワイト、ボイチ、そして最近ではオアシスが2016年4月にリリースすると発表した読者の世代の間で様々なモデルを提供し始めた。2011年9月、アマゾンは Android オペレーティングシステムのカスタマイズフォークを 実行する、Kindle Fire を導入して、タブレットコンピュータ市場への参入を発表した。ファイアの低価格は、Amazon のコンテンツ販売による収入を裏付ける、戦略として、ファイアタブレットへのアクセスによって刺激されると広く、認識されていた。2012年9月、Amazon は、Kindle Fire HD と呼ばれる、第2世代のタブレットを発表した。2013年9月25日、 a m a z o n .com は Kindle Fire HDX と呼ばれる第3世代のタブレットを発表した。Amazon は2014年4月、Apple TV や Google の Chromecast デバイスなどのシステムに対抗する Amazon Fire TV のセットトップボックスシステムを発表した。Amazon のセットトップボックスでは Amazon のストリーミングサービスや Netflix や Hulu などのサイトからのビデオ、 ストリーミングできる。このデバイスは映画、そしてマインクラフト、アスファルト8、ザ・ウォーキング・デッドの特別バージョンを含むゲームの音声検索もサポートしている。アマゾンは2014年10月に Fire TV スティックを発表した。このデバイスは Fire TV の機能の多くを再現する。同社は2014年7月、Firephone のリリースにより、 スマートフォン市場に参入したが、販売不振と悪評価のために Amazon は2015年8月に販売を中止しており、2016年8月現在、新しいモデルは発表されていない。2014年、Amazon はエコーという音声対応スマートスピーカーを販売した。2016年3月、Amazon は AmazonEcho. を発売した。これは、 小さくて手頃な価格のエコーバージョンである。アマゾンのオーナーシステムは、顧客が寄付をしたり、デジタルコンテンツを購入できるようにするため、2001年に開始された。しかし、このサービスは2008年に廃止され、アマゾンペイモンツに置き換えられた。2007年9月25日、オンラインミュージックストアであるアマゾンミュージックは、米国のアマゾン MP さんとして、デジタル著作権管理なしで、 mp3 形式のダウンロードのみを販売し始めた。アマゾンの mp3 使用法は、著作権法に加え、mp3 の使用を制限しているが、アマゾンは、デジタル権利管理を使用していない。独立した音楽レーベルに加えて、アマゾン mp3 は、主に、ビッグ4レコードレーベル、emi, ユニバーサル、ワーナーブラザーズレコード、ソニーミュージック。アマゾンは、この、 サービスの開始前に、需要に応じた、様々な価格設定モデルを備えた音楽ストアアミ、ストリートに投資した。Amazon MP3 は、4大レコード会社の DRM フリー音楽を、オンラインで、初めて提供した。Kindle キーボード、端末の画面には、ザニューヨーカーが表示されている2007年11月、Kindle ストアは、電子書籍の電子商取引ストアとして立ち上げられ、 アマゾンキンドル、ファイアタブレット、またはキンドルモバイルアプリからアクセスできた。発売当初、このストアには8万8000以上のデジタル作品が用意されていた。この数字は2011年8月までに76万5000以上に増加し、2017年1月現在では、米国で500万を超える電子書籍が利用可能となっている。二千八年一月、アマゾンは、 世界中の子会社のウェブサイトに MP3 サービスを提供し始め2008年12月には Amazon MP3 が英国で開始された英国で Amazon MP3 のサービスが開始時は Apple の 79P の開始価格と比較して 59P で始まり300万を超える DRM フリーの曲が消費者に販売された2010年7月 アマゾンはキンドルリーダーの電子書籍販売が2010年第2四半期に初めてハードカバー書籍の販売を上回ったと発表した。アマゾンはこの期間中100枚のハードカバーごとに143本の電子書籍を販売しており、デジタル版がないハードカバーを含む書籍も含まれていた。 6月下旬から7月上旬には100枚のハードカバーにつき180枚の電子書籍が販売された。2011年3月22日、Amazon は Android デバイス用の Amazon App Store を開始し、このサービスは200以上の国で利用可能になった。また、2011年には Mac 用のダウンロードストアをリリースし、数十のゲームと数百種類の アップルコンピュータ向けソフトウェアを提供すると発表した。2013年1月、アマゾンはデジタル音楽サービスのオートリップを立ち上げた。このサービスにより、アマゾン経由で購入した一部の CD の無料、MP3 コピーを受け取ることができる。アマゾンは2013年10月にオートリップと同様のサービス、Kindle Matchbook をリリースすると発表した。これは、 アマゾンから紙の書籍を購入した顧客がその本の電子書籍版を無料、または3ドル以下の割引価格で入手できるようになるサービスである。マッチブックは同社のサイトで2013年10月29日にサービス開始された。2008年10月、アマゾンはゲーム開発者及び代理店のリフレクシブエンターテイメントを買収した。このスタジオは リフレクシブアマゾンデジタルサービスのブランドで PC、Mac、Kindle 電子書籍リーダーのゲームを開発し続けた。著名なタイトルには Kindle ペーパーホワイト向けの Every Word と Kindle Fire、Android、iOS、Windows と Mac 向けの空港マニアが含まれている。2012年8月、Amazon は Amazon Game Studio というタイトルの会社に ゲーム部門を追加すると発表した。アマゾンは消費者に革新的で楽しく巧みに作られたゲームを導入すると述べたアマゾンゲームスタジオのウェブサイトによるとこの部門が開始した最後のゲームは2012年11月1日にリリースされたアマゾンの初めてのモバイルゲームウェアペトリオッツだった。2014年2月6日アマゾンは 財務条件の示唆なしにゲーム会社ダブルヘリックスゲームズの買収を確認した。ダブルヘリックス社の75人の従業員はアマゾンの従業員になり、カリフォルニア州のオレンジ郡にある本社は事業拠点として維持された。アマゾンはテッククランチに対し、アマゾンの継続的な顧客向けゲームの構築の一環としてダブルヘリックスを買収したと伝え、 ダブルヘリックスの現在のゲームの登場人物や、その他の将来の開発が買収後のサポートを受けることを確認した。アマゾンは2014年8月25日、9億7000万ドルでビデオゲームストリーミングウェブサイト、Twitch を買収する意向を発表した。Twitch の買収により、アマゾンはインターネットトラフィックを促進し、プライム会員プログラムを強化し、 ビデオ広告と Fire TV のセットトップボックス事業を促進することが期待されている。2013年8月、Amazon は Amazon アートを選択したギャラリーからオリジナルや限定版の美術品を販売するオンライン市場として立ち上げた。最初に販売された4万アイテムの中には、ノーマンロックウェルの絵画、ウィリー・ギラス、パッケージ・フロム・ホーム、クロード・モネのエル・アンファン、 エーラタッセ、アンディウ・ォーホルのサチコが含まれていた。アマゾンビデオはアマゾンによるインターネットビデオオンデマンドサービスである。プライムビデオはプライム会員は無料で視聴できるサービスで200以上の国と地域で提供されている。2015年プライムビデオの独占シリーズトランスペアレントが2つのゴールデングローブ賞を獲得しトランスペアレントはストリーミングサービスから ゴールデングローブを受賞した最初のシリーズである。以前はクラウドドライブとして知られていた Amazon ドライブはオンラインストレージアプリケーションであり、クラウドストレージ、ファイル同期ファイル共有、写真印刷などのセキュリティを確保している。Amazon アカウントを使用すると、ファイルとフォルダは Web ブ,ブラウザ、デスクトップアプリケーション、携帯電話、 タブレットなどの複数のデバイスから転送を及び管理が可能。また、Amazon ユーザーは Amazon プリンツサービスを使用してフォトプリントとフォトブックを注文できる。Amazon は主にプライムフォトスとアンリミテッドストレージの2つのプランを市場で提供している。プライムフォトスプランは写真や RAW ファイルの無制限ストレージおよびビデオや その他のファイル用の5イトのストレージを提供する。一方、非業務用顧客セクション向けのアンリミテッドストレージプランは、他のフォーマットでの写真、ビデオ、ドキュメント、ファイルの無制限ストレージを提供する。2005年8月にアマゾンは自社ブランドピンゾンの下で製品を販売し始めた。商標出願は、そのラベルが折り物、 台所用品を呼びたの家庭用品に使用されることを示した。2007年3月には、より多様な商品リストをカバーするために商標を拡張した。シーカーペット、壁紙、ヘアアクセサリー、衣類、靴、ヘッドギア、クリーニング製品、ジュエリーなどのアイテムが含まれていた2008年9月、Amazon は登録された名前をもって提出した。 USPTO は申請書の審査を終了したが、Amazon はまだその名前の公式登録を受けていない。Amazon クスブランドの USB ケーブル、Amazon クスは、家庭用およびオフィス用のアクセサリーを含む、家電機器のアクセサリーで構成された自社ブランドの製品ラインである。製品ラインは2009年に開始された。Amazon は2014年にお尻拭きや、 おむつなどの国内製品ラインを扱う Amazon Elements を立ち上げた。2017年初頭、Amazon は菓子商品を扱う w i c a d r プラ Prime を立ち上げた。w i c a d r プラ Prime でのチップやクッキーなどの商品は Amazon Prime メンバーのみが入手できる。Amazon.com の独占的な製品は通常は DVD で Amazon.com でのみ入手可能な製品である。DVD の中には 映画や制作者の所有者によって制作されるものや、Amazon.com によって制作されるものがある。Amazon によって生産される DVD は、DVDR 技術を使用して、注文時に DVD が作成される、クレツペースプログラムを使用して作成され、DVD は約2日後に出荷される。一部の DVD は、他の場所でリリースされる前に Amazon.com 次元限定で、最初に、 リリースされている。2011年5月23日、Amazon.com はレディー・ガガのボーン・ディスウェイアルバムを99セントでダウンロードできるようにした。ダウンロード数が非常に多いため、一部のダウンロードが遅れることがあった。Amazon の企業グループの一員であるクレッツペースを経て、Amazon の自費出版サービスを提供している。Amazon スタジオは Amazon.com のテレビ番組や 映画の制作部門であり、オンラインでの投稿と大衆によるフィードバックから、漫画も制作している。2010年後半に開始された。コンテンツは、Amazon ビデオ、Amazon のデジタルビデオストリーミングサービス、およびネットフリックスやフール u などの競合他社のサービスに配信される。映画においては、ワーナーブラザーズと提携している。ニューヨークで行われた2013年の AWS。 サミットアマゾンは2002年にアマゾンウェブサービスを立ち上げ、ウェブサイト上の潜在的な機能にプログラム的にアクセスできるようにした。アマゾンは2005年11月、プログラムが人間に作業を委任できるアプリケーションプログラミングインターフェースであるアマゾンメカニカルタークのテストを開始した。2006年3月、アマゾンはアマゾンシンプルストレージサービスと呼ばれる。 オンラインストレージサービスを開始した。1バイトから5テラバイトまでの無制限の数のデータオブジェクトを S3 に格納し、HTTP またはビットトレント経由で配布することができる。このサービスは保管及び転送されたデータの月額料金を請求する。Amazon は2006年に Amazon シンプル Q サービス、分散 Q メッセージングサービス、製品ウィキ及び 標準のメッセージボードの規則に従うガイドラインを使用した特定の製品のディスカッションフォーラムを導入した。また2006年には Amazon のエラスティックコンピュートクラウドを導入しユーザーは Amazon インフラストラクチャを使用してシミュレーションの実行から Web ホスティングまでのアプリケーションを実行できるようになった。Amazon は Amazon e c にインスタンスと エラスティック IP アドレスの永続ストレージを提供し、ダイナミッククラウドコンピューティング用に設計された静的 IP アドレスを提供し、エラスティックブロックストアを追加することで2008年にサービスを改善した。Amazon はデータベースシステムであるシンプレブを導入し、他のインフラストラクチャのユーザーが高信頼性の高性能データベースシステムを利用できるようにした。2008年、 アマゾンは EC2 オベータ版から一般に入手可能にし、Microsoft Windows プラットフォームのサポートを追加した。アマゾンはスケーラブル DNS サービス、支払い処理、及びメカニカルタークサービスの AWS、固有 API などのサービスを追加して、AWS にサービスを追加し続けている。2012年8月、アマゾンは安価なオンラインファイルストレージウェーブサービスである。 アマゾングレーシ e r を発表し、信頼性の高いデータアーカイブ、ストレージ、バックアップを提供している。2012年11月、ラスベガスで開催された AWS のウェブ開発者会議で、クラウドストレージの顧客として、大企業をターゲットにしていると発表した。2013年に始まる、レッドシフトストレージサービスで、 長期契約を結んでいる顧客に S3 の価格をさらに引き下げる。2013年3月、Amazon は開発者向けにモバイル ADS API を発表した。新しい ADS API は Amazon の App Store でも利用可能であれば Android プラットフォームに配布されているアプリで使用できる。2014年12月現在、AmazonWeb サービスは11の地域と28の 可用製造音にわたって140万台のサーバーを運用している。amazon パブリッシングはアメイザーナン、クア、アメイザー、アン、クロッシング、モンレイ、クロマンストーマスマーサー47ノースパワードバイアマゾン、ニューハーベストグランド、ハーバープレスツーライオンズスコヨースケープウォーターフォールプレスのインプリントで構成された。amazon の出版部門である。 2005年に開始されたアマゾンショーツはキンドルストアからベストセラー作家の独占短編小説とノンフィクション作品をダウンロード販売していた。2007年6月までにプログラムは1700枚を超え、週に約50枚の新作が追加されたが、2010年6月1日に中止された。アマゾンはまた特定の原因に利益をもたらすためにチャンネルを作成した。 2004年、アマゾンは、顧客に2004年の米国大統領候補者のキャンペーンに5ドルから200ドルを寄付できるように、リンクを提供したことで、候補者のために30万ドルが集まった。アマゾンは、ハリケーンサンディやハリケーンカトリーナ及び2004年のインド洋地震と津波のような危機の後、赤十字社の寄付チャンネルを定期的に再開しました。2005年1月までに、 米国内の約20万人近くが計1570万ドルを寄付した。2013年、アマゾンはアマゾンスマイルというチャリティーイニシアチブを開始した。通常買い物をしている時にスマイル .amazon.com にアクセスすることで、アマゾンが対象商品の販売価格の0.5%を顧客の選択した事前団体にスポンサーとして寄付できるようにした。 アマゾンローカルは2011年6月にアイバホ州ボイジーで開始されたデイリーディールサービスである。2013年時点でアマゾンローカルは米国内の36州100以上の地域にオンラインクーポンを販売していた。アマゾンローカルは取引、アグリゲータとしても機能しており、いくつかの取引はアマゾンが多額の投資をしているリビングスシャルを通じて提供されていた。 2012年8月29日に英国で徐々にロンドンで開始され、より多くの街や都市に展開された。2015年11月にアマゾンはアマゾンローカルを2015年12月18日に終了すると発表したが、12月18日までに購入したクーポンは期限通り有効とされた。2009年7月、アマゾン .com は米国のベライゾンワイヤレス。 AT&T、スプリント、t モバイルのセルラーデバイスとサービスプランを提供する Amazon Wireless ウェブサイトを立ち上げた。Amazon Fresh は2007年に最初に施行され、その後シアトル、ロサンゼルス、サンフランシスコ、カリフォルニア、サンディエゴ、ブルックリン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ペンシルベニア州で利用可能となった家庭用食料品配送サービスである。 アマゾンプライムパントリーは、米国48州や日本などでも展開する、同様のサービスで、均一配送料金で45ポンド、または箱の容量に入りきるまで、食品や日用品などを注文でき、制限を超えると2箱目に入れられるアマゾン .com は、2015年3月31日に、アマゾンダッシュボタンとダッシュ補充サービスを含むアマゾン、ダッシュを拡張していると発表した。 2013年12月1日に60ミニッツは Amazon Prime Air は今後数年間開発が予定されている可能性があると発表した。コンセプトでは Amazon Fulfillment Center からドローンを使い短距離飛行することで30分以内に小さなパッケージを配送する。米国では無人ドローンの商業的使用は連邦航空局の承認が必要になる。 そのような承認は早ければ2015年に行われる可能性があり、アマゾンはその時には準備が整うと予想している。2014年7月、同社は8体と9体の無人機プロトタイプを開発していたことが明らかになった。そのうちのいくつかは時速50マイルで5ポンドのパッケージを運ぶことができ、テストを行うため FAA に申請した。2014年12月、 アマゾンはニューヨーク市のマンハッタンの一部に在住するプライム会員の特典として1時間以内に商品を手に入れることができると発表した。この配送サービスでは2万5000の生活必需品が利用可能である。2015年2月にはマンハッタン全域を含むようにサービスが拡大された。それ以降シカゴ、マイアミ、ボルチモア、ダラス、アトランタ、オースティン、 ナッシュビル、サンアントニオ、タンパの一部を含む地域に拡大した。米国以外では、ロンドン、バーミンガム、英国、ニューカッスする、マンチェスター、リーズ、リバプール、ミラノ、ミュンヘン、ベルリンパリ、パリ、バルセロナ、マドリッド、東京にも拡大している。プライムナウのオンデマンドニーズを満たすために、アマゾンはさらに、独立系受け負い業者が配送サービスを、 提供するためのプラットフォームである Amazon Flex を立ち上げた。2016年12月、シアトルの Amazon 従業員限定で最初の Amazon GO Store がオープンした。1800平方フィートの店舗は様々なセンサーを使用し、買い物客が店を出るときに買い物客の Amazon アカウントに自動的に請求する。食料品に加え Amazon GO では、 規制の食事とミールボックスもストックしてある。店舗は2017年初頭に一般公開される予定であったが、店内の20人以上のトラッキングでトラブルが発生するなど、技術的なハードルに直面し正式回転を延期した。アマゾンゴーストは2012年に設立されたアマゾンサプライは、工業用及び科学用コンポーネント、メンテナンス、修理及び操作用品を提供している。 アマゾンサプライは2005年に買収した s m l l p a r t s c o m の経験に基づいて開発された。アマゾンサプライは Amazon.com と同じ受注処理及び流通システムを使用しているが、190以上の国の顧客にサービスを提供している。アマゾンは2016年5月10日、Amazon ビデオダイレクトと呼ばれるビデオサービスを開始した。このビデオサービスでは、 クリエイターがレンタルや購入、広告付きの無料視聴、バンドル化などの動画を提供することができる。アマゾンはビデオのレンタルや販売から得られる収益の50%をクリエイターに支払うが、広告付きビデオの場合、メーカーは広告の一部を受け取る2016年10月、アマゾンはアマゾンミュージックアンリミテッドという音楽、ストリーミングサービスをリリースした。 このスタンドアローンの音楽ストリーミングサービスはプライムミュージックの限られたカタログと比較して数百万の曲があるためプライムミュージックとは異なる。2015年にアマゾンはアマゾンチケットと呼ばれるチケットサービスをイギリスで立ち上げすぐにヨーロッパや米国及びアジアに拡大した。2016年1月24日アマゾンはステムクラブと呼ばれる保護者を対象とした新しい サブスクリプションプログラムを立ち上げた。ステムクラブは家庭に教育用のおもちゃを月額19.99ドルで提供する。また、ステムではおもちゃは生鮮され、科学、技術、工学、数学の分野に集中している。おもちゃはロボット工学から自然科学に至るまで広範囲に及んでおり、アマゾンのみのアイテムが含まれている。ステムおもちゃ購読クラブは、 米国内でのみ利用可能。イングランドのリーズにあるホワイトローズセンターに存在するアマゾンロッカーアマゾンは2007年1月プリダドウィッキーに代わるアマゾンの販売商品についてユーザーが記事を書けるウィックヤマピーディアとビデオ,オンデマンドサービスアマゾンアンボックスを立ち上げた。また2007年にアマゾンはアマゾンバインを立ち上げた。レビュアーはレビューを投稿する見返りに ベンダーからのプレリリース製品をレビュアーが無料で入手できるようにする仕組みである。IMDb と Amazon は2007年9月にバンド、レーベル、アルバム、楽曲に関するあらゆる情報をユーザーが編集できる Wikipedia タイプのサイト、サウンダンワウンドを立ち上げた。このデータは Amazon のアーティストページーズでも使用されていたサウンダンワウンドは2012年6月18日を 持って終了し、サイトは Amazon にリダイレクトされた。Amazon Connect では、著者は自分のブックページに発言を顧客に投稿することができる。Amazon Web では、Amazon Technology を使用して、カスタム電子商取引オンラインストアを作成することができた。売り手は、ビジネスのカテゴリーを選択し、無制限数のリスティングのバンドルオプションに応じて、 1>, 1から2%の手数料、クレジットカード処理手数料及び詐欺防止及びサブスクリプション料金を支払った。アマゾンはそれらの実装ソリューションプロバイダーになるために限られた数の企業を選んだ。アマゾンウェブは新しい販売者が利用できなくなった。2014年8月、アマゾンはモバイル決済サービス、アマゾンレジスターを発表した。 実質無料の専用デバイス、Amazon ローカルレジスターセキュアカードリーダーを用いて、飲食店などでスマートフォンやタブレットでの決済サービスが導入でき、手数料も競合のスクエアの2.75%よりも低い1.75%で、あったが2015年10月30日、2016年2月1日をもって終了すると発表された。Amazon は2014年に、 アマゾンマーケットプレイスで一部商品を対象に通常のオークションとは逆のダッチオークション型機能、希望価格提示システムを開始した。イーベと異なり、アマゾンはこの機能は一般的なオークションではなく、買い手が個人的に売り手と交渉する1対1のプライベート入札であり、買い手が値切り交渉をできることを目的としていると述べたアマゾンは2015年1月、 アマゾンのクラウドコンピューティング部門であるアマゾンウェブサービスによって開発されたワークメールと呼ばれる独自の電子メールおよびスケジューリングサービスを発表した。アマゾンの電子メールサービスは100億ドルの追加収益をもたらすと予想された。アマゾンは2015年3月に配管、電気工事、オーディオ、ビジュアルの設置などの専門サービスの市場を 住宅所有者に提供することを目的とした新しいオンデマンドサービス Amazon ホームサービスを開始したホームサービスのカテゴリーは作業受けお医者が適切なライセンスを受けていて仕事用の保険を受けているかなどを Amazon 側が確認することによって専門家を見つけ依頼することを容易にするように設計されているサービスは満足保証されており 最終的に満足できない場合は作業のやり直し、または払い戻しを行う。さらに、作業者に実際に料金を支払って、サービスを使用したユーザーのレビューを参考にすること、できる。アマゾンは2015年4月、宿泊関連サービス、アマゾンデスティネーションズを開始した。これは、顧客が自宅までの車内で、逃走先を見つけられる、要支援することに焦点を当てている。 アマゾンデスティネーションズはニューヨーク、シアトル、ロサンゼルス、アトランタなど米国の一部地域のみ利用可能だった。2015年10月13日、開始から半年でアマゾンはアマゾンデスティネーションズを終了し、同社の広報担当者は、当社は多くのことを学び、アマゾンデスティネーションズを終了することを決めたと述べた。アマゾンは2015年10月、 60カ国の5000人の売り手と8万の販売商品をすでに所有しているハンドメイドバイアマゾンというハンドメイドの新市場を発表した。エッジプラットフォームと同様に職人が一般に直接商品を販売するように設計されている。2015年11月2日、アマゾンはシアトルのユニバーシティビレッジショッピングセンターに書店を開設した。 Amazon Books として知られている、このストアは Amazon ウェブサイトにあるものと同じ価格でオンラインレビューを店舗の棚に統合している。Amazon はインターネット関連のデバイス、Wi-Fi ルーター、その他のスマート家電に取り組んでいる家電機器設計者にブランドの半導体をリリースした。このチップはアマゾンが2015年に購入した3億5000万ドルのアンナプルならぼから来ている。 2016年1月7日、アルパインチップセットが幅広いアプリケーションに対応していることを発表した。ありがとうございます。